てでも。ほら。あでもちょっと小さい足も。いただきます。まだよ、ちょっと待ってください。写真なら撮らない。なんで？ちょっと待ってね。天ぷらめちゃくちゃ美味しいから。これさつまいも色する。うん。今日風あんまり強くないからみんな遊びに行った魚ね。海の中にお店食べるのはすごいね。一番最初ね、よく考えたよね。広重さん、広重さん、見て、見て。おー、すごい。起きてきた、来てきた。うん。お。お。行こう。ごちそうさまでした。波の影響で揺れております。ほらほら、すごい揺れてる。どうぞご安心くださいませ。繰り返します。ただいま。いい、なんかラメスから怒られそう。怒られないよ、全然。全然ラメス。あれは何？スズメ？うん。スズメじゃない、ツバメ。ツバム？うん。ツバム。え、リンさんはまだ来てない。あら、ツバムあった。これは取りに。取ったマンボウ、向こうから。取りました。え、スズメの巣。やっぱコロナね。そうですね。ありがとうございます。3人で、ありがとうございます。ありがとうございます。3人で生相手やらないか。3人で
小さいけどね、綺麗じゃない。本当に。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。久しぶり。こんにちは。もう多分こんにちは。にゃん。こんにちは。猫ちゃん。猫ちゃん。噴火して、
あの溶岩がここら辺まで流れてる。I'm fine, thank you. かわいいんだけどね。広げさんのことおめえじゃねえよ。ネパール人だった。違う。なんか英語しゃべった。イギリスとかじゃない？そうそう。もう体大きいからね。あそこまでじっと見られやった男やったっけ。まあ日本人でもいい。あれが溶岩が冷えるとああいう風に全部六角柱みたいに、だから六角柱石とかね。お先にどうぞ。先に？うん。広瀬さんお先にどうぞ。だってほうきみたいだもん。じゃあいやいや、このほうきが綺麗に横に映らないとダメだ、ね、斜めちょっと。そう、それ。うん。ごめん、押しなかった。もう一回ね。はい、もう一回、いくよ。